完成。メディアケーブル作ったよ。こういうの自分で作れるといいよね。ちょうどいい長さのコードとか自分で作ることができるんだもん。長すぎてまとめたり丸めたりするのって電動効率下がるから好きじゃないんだもん。と、まずはちゃんと接続できるかを確かめないとね。それじゃ接続。うん、ちょうどいいみたい。スッと入ってスッと取れるけど、入った時はグラグラしないっていうのが一番だよね。こういうのって力がいるのだと指の皮がむけそうになるくらい痛くなることもあるからね。簡単にしっかり接続できるのが一番だよ。ストレスもたまらないし。でもこれでメディアケーブル作りもマスターしちゃったかな。ひひひ。お店でたくさんのコードを見ながらどれを買おうか迷う楽しみが減っちゃったのは少し寂しいけどね。服の好み？そうだね、今は楽な服を着たいなって思うよ。しっかりした服って着るのが大変だし、なんか面倒くさくってつい楽をしたいって思っちゃうんだよね。私からも一つ聞いてもいいかな。あなたは普段どんな服を着るの？もしよかったら教えてほしいな。あなたもそうなんだ。身近な人と好みが合うのってちょっと嬉しいよね。こういうのを仲間っていうのかな。あ、いけない、ぼーっとしちゃってたよ。考え事をするときはメモを取ったりして手を動かしながらの方が良さそうだね。壁紙張り替えられたらいいのに。ほとんど部屋の中にいるからせめて模様替えくらいは定期的にしたいよね。最近枕の柔らかさがなくなってきてるような気がするの。やっぱり長く使ってるからかな。お気に入りだけど買い替えを考えた方がいいのかも。今日は乾燥してるだけじゃなくて風も結構強いの。こういう日は家にいるのに限るね。風で舞い上がった砂で汚れちゃうもん。どうしたの？私の髪サラサラでしょ？もしかして私の髪の虜になっちゃった？私の髪サラサラでしょ？そ
ろそろ仕事に戻るよ。それじゃあまたね。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。ねえねえ、ちょっとだけいいかな？ごめんね、忙しかった？今からちょっとお出かけするから、そのことを伝えておきたかったの。なるべく遅くならないようにするから、心配しないでね。それじゃあ、行ってきます。Thank you.
今いる？うむ、出迎えご苦労なんてね。ただいま。お出迎えしてくれてすごく嬉しいよ。こうやって挨拶ができる人がいるってこんなに嬉しいことだったんだね。それじゃあ荷物の整理するから戻るね。文章や絵を描いてると時々すごく集中できる時ってない？あの状態がずっと続いてたら私でも名作ができそうな気がするよ。すごく大きい本屋さんに行ってみたいな。じっくり時間をかけてゆっくりと欲しい本を探すの、それだけでも一日中楽しめちゃうよ。洗濯物ってどうして屋内に干すと臭くなっちゃうのかな。これを作るの？もちろん。その代わりちゃんと応援しててね。配線を接合する箇所がたくさんあるからちょっと大変かも。でもそれだけ多くハンダ付けできるって思うと楽しくなってくるよ。こういう作業は大好きだからつい気分が高まっちゃうよ。あなたと一緒に作れたらもっともっと楽しくなるのに。また何か本を書いてみたいな。で、その前にネタを探さないといけないね。あなたに会う前の私って独り言が結構多かったの。今でもよく言っちゃうけど、あなたに会ってからはだいぶ減ったんだよ。ベッドの下だって立派な収納スペース。奥に行けば行くほど何があるかわからない状態になるけどね。私のこと子供扱いしてるでしょ。あっ、ぼーっとしてたからびっくりしちゃったよ。ごめんね。今からしっかりするよ。こういうの他の女の子にもしてる。ぼーっとしてるの見られちゃった。にゃっ！はあ。
しっかりします。あ、これからお出かけ、気をつけて行ってきてね。